はい始まりまりした給与明細チャンネルです今回はサービス業正社員9年目38歳の方の給与明細書をいただきました仕事内容はサービス業で飲食店予約を受けるクレーム処理総務商務所務的なこと部署としてはフロント業務となっています必要な資格やスキルは特になし、まあ、臨機応変に対応でき気が利かなくてはならないとなっています で、基本的には7時間勤務で残業はこの方の部署は月42時間で月収が18万年収290万ボーナスなしとなっています基本給が14万4900円家族手当1万円その他手当5000円平日あ残業平日普通が5万3438円深夜が675円通勤手当が 合計八千円で総支給二十二万二千十三円となっています。で控除がよくあるやつかと思いきや財務三千円、厚生千円というのが引かれています。でこの方の手取りの金額が十七万八千九百五円違うわ十七万八千五百九円となっています。 やっぱ飲食とかは給料低いですね42時間残業して手取り17万くらいなんでまあみんな飲食関係やりたくないっていうのもうなずける給与明細でした9年目ですからね昇給とかも多分ほとんどない感じだと思います今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします